アレック・ワイルダーは、アメリカ合衆国の作曲家。クラシック音楽の作曲を行う一方、ポピュラー音楽の分野でも多くの歌曲を残した。ニューヨーク州ロチェスターの富裕な名詞の家に生まれるが、ティーンエイジャーの頃に家族と絶縁した。作曲はほぼ独学で、1920年代の一時期、地元のイーストマン音楽学校に通ったが中退した。 なお、後の1973年に、イーストマン音楽学校から、名誉学士号を得ている。生涯独身で、孤独を好み、長く、ニューヨークでのホテル住まいを送った。中1のオペラをはじめとして、クラシック音楽の作曲を行い、自ら80相談を結成した。作風は、ジャズの影響を強く受けている。一方で1930年代後期から、 ポピュラー音楽分野で頭角を表し、フランク・シナトラ、ペギー・リー、トニー・ベネットら当代のポピュラー歌手たちと進行を結び、ポピュラー音楽の作曲家、編曲家として活躍した。特に、シナトラとの進行は深く、1940年代、ワイルダーが自身のクラシック作品をレコード録音させてもらえず悩んでいた際、シナトラは人気スターとしての知名度で、自分が ワイルダー作品の指揮をするという企画を持ち上げて、録音を実現させ、ワイルダーを助けたこともある。ポピュラー歌曲では、ワイルダー以外と手を組んだことのない作詞家、ウィリアム・エングビックとの作品が多いが、自ら作詞も手がけた。1940年代に手がけた曲は、I'll Be Year Round, h o r ヤ i b l e e a r Young などジャズの分野で、スタンダードとなった作品が少なくない。 晩年には、サド・ジョーンズのインストゥルメンタル曲、ア・チャイルド・イズ・ボーンの作詞も行っている。また、批評家としての著述も手掛けており、1972年に発表したアメリカンポピュラーソング、ザ・グレート・イノベーターズ、1900-1950は、20世紀前半におけるアメリカのポピュラー音楽作家の作品とその曲、詩について詳細に分析。 批評した大著である。本書の著述に際しては、アメリカのポピュラー作曲界における巨匠、アービング・バーリンの作品に対しても容赦ない批評を下し、バーリン本人を激怒させた逸話も残している。アバンギャルドの逆で、デリエール・ギャルドと、自ら表する、保守的ポリシーの持ち主でもあった。ありがとうございます。